まさか残れると思ってなかったのですごいびっうりしいです <laughs>、えっと、セミファイナルではたくさんのお客様に聴いていただけると思うので、えっと、これから自分なりに精いっぱい努力していい演奏ができるように頑張るので、えっと、<laughs> 頑張ります <laughs> 好きです たまにうまくいかなかったりすると嫌になる時もあるんですけど、うん、こうやって舞台で弾かせていただくとやっぱり楽しいと思うしやっぱピアノは大好きです。